はい、こんにちは。今日はですね、漠然とした不安についてのお話をしていきたいというふうに思います。まあ、こんな状況ですから、仕事をされている方であれば、もう明日は我が身と言わんばかりにですね、もう仕事がいつまでこの状態で続けることができるのだろうかとかですね、あるいは売上が上げることができるのだろうか、いつ休業が終わって再開できるのだろうかっていう不安を抱えている方、中にはいらっしゃるかと思います。で、そんな一方でですね、こういった騒ぎには関係なく、例えば、まあ何でしょう、明日のテストをきちんと点が取れるかなとか、好きな人今頃何してるのかなとか、スポーツとかだったら明日の試合勝てるのだろうかっていうような、まあ、そういったですね、先行きを考えた時にこう解決することがなかなか難しいにもかかわらず、ずっとそれがどうなんだろうって言って、こう夜が寝れなかったりとかですね、休みの日を満喫できなかったりとか、なかなかですね、もう心の底から安心することができないと。見た目にはこうリラックスしているように見せているつもりでも、やっぱり心の中ずっとドキドキしてる、なんか心臓の鼓動が速いなみたいな行動ですね、ずっと味わってる方って中にいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ、いわゆる不安と言いますか、心配性みたいなところですよね。で、今日はじゃあそういった自分をどうしていったらいいかっていうお話なんですが、結論から言うと、もう解決難しいです、っていう話なんですけど、解決難しいというか、むしろそれがある方がいいですよっていうことなんですよね。人間ってストレスがかかる環境とかですね、あるいはその不安があるから、じゃあその不安を解消するために、このストレスを抱えた状況を打破するためにどうしていったらいいんだろうっていう、そこに対してクリエイティビティが働くっていうのが、まあ、脳の動き的には、まあ、判明しているところなんですよね。つまり人間っていうのは幸福度を感じられる状況とか満足している状況だったら、もう今の状態から変わったりとかですね、あるいは より良くしていこうっていう風に何かしら変化を起こすっていう必要がなくなってくるんじゃないですか。ところが不安があって、この状況を何とかしたいなとか、ストレスがあって、まあいつをどうにかしたいとか、自分のこの生活から抜け出したいって思うから、例えば、仕事このままじゃ給料が無理だから副業を始めてみたりとか、このまま勉強続けてても拉致が開かないから通信教育を始めてみたりとか、塾に通ってみたりとかっていう風に何らかの手を打っていくっていう風にするんですね。もっと根本的な話をすると、法律って何である存在するかって分かります？それって結局、法律っていうあるルールがなければ人を殺したりとか、物を取ったりとか、火をつけたりとか、家に火をつけたりとかって、こういうのが常態化していってしまうんですよ。なんでかって、人間ってものすごく利己的な存在なので、自分さえ良ければ、あるいは自分のコミュニティさえ良ければ 何したっていいっていうような、やっぱり考え方とかある。ところがそれがなかなかできないっていうのは、まあできないというか、なかなかできないというか、そういうことが起こらずに済んでるっていうのは法律というルールがあるからなんですよね。はい、だから法律っていうのはそういうマイナス要素っていうのを排除するために作られたものであると、まあ、非常にクリエイティビティなものですよね。なので皆さん自身が抱えてる、明日は仕事あるんだろうかとか、勉強うまくいくんだろうかとか、あの人に告白して果たして OK をもらえるんだろうかっていうような漠然とした不安っていうのがあるからこそ、告白しようとかですね、勉強を一生懸命やろうとか、仕事を一生懸命打ち込もうっていう風な次の動きになっていくわけなんですよ。だって皆さんなんで不安あるかっていうと、それが果たして自分にとっていい結果になるか悪い結果になるかっていうのは分からないからですよね。もし仮に告白してうまくいくっていうことが分かりきってるんだったら、そんなことで悩んだりとか不安になったりとかって絶対しないじゃないですか。はい、とか、あるいはなんかこう靴が、例えば自分が欲しい、なんでしょうね、なんか靴とかパソコンとか何か物があった時に、これを買ったら 100% 損するんだけどどうしようかなって悩まないじゃないですか。逆にこれ 100% 買ったら得するんだけどどうしようかなってこれ不安に思わないじゃないですか。もう 100% 得するんだったら買ったらいいし、 100% 損するんだったら買わないっていう、そうやって結論に至れるじゃないですか。でも悩むっていう、悩んだりとか不安に思うっていうことは、自分がこれを実行に移したらどうなるんだろうなっていう、まあ、先行きが見えないからなんですよね。先行きが見えないからこそ、とりあえず行動してみようっていうふうになるのか、きちんと行動を 100% うまくいかせるために考えるっていう、まあ、知恵を働かせるっていうような、何かしらの皆さん自身の行動に移っていくものなんですね。だから不安っていうものはあって当然受け入れましょうということになります。逆に不安がなくなってしまうと、皆さん自身の進歩とか成長とか歩みっていうのを止めてしまう、逆のマイナス要素っていうのが働き始めてしまうところがあるので、ある程度の不安があるっていうのは、実は皆さんにとって非常にいい状態なんですよっていうことをご理解いただけたらなというふうに思います。ですから今皆さんが
不安に思っていることとか悩んでいらっしゃることっていうのがもしあるのであれば、それはですね、自分が今いる状況から一歩前に進むために必要なことなんだなっていうふうにぜひ思っていただけたらと思います。とはいえですね、そんな悩みを抱えたままっていうのは正直クリエイティビティさを発揮しやすいでは発揮しやすくはなるんですが、一方でメンタル面では正直あんまり良くないんですよね。常にドキドキした状態ってなっていくのと、やっぱ幸福度味わっているのって寿命に大きく関わってきたりとかですね、健康面で大きく関わってきたりとかっていうそんな差が出てきますので、皆さん自身が抱えている不安っていうのを皆さんの持っているポテンシャルとかですね、考え方とかっていうのでどうやって解決に持っていったらいいかなって、そんなお話をですね、もし個別で、ちょっと相談したいなっていうことがあれば、ぜひ私の方に概要欄にあるツイッターの方で DM を送ってきていただけたらと思います。皆さんの強みっていうのは一体何なのか、どういう力を発揮すると今の不安から抜け出して皆さんが望んでいる状態に持っていくことができるのか、そんなことをですね、コーチングというものでぜひ解決をしていきたいなというふうに思っていますので、ぜひどんどん応募していただけたらと思います。ということで、本日の動画は以上とさせていただきます。不安から脱出するためには、皆さん自身がクリエイティビティになる必要がありますよと。ただその不安があるからこそ皆さん自身の創造性を発揮することができる、そんなお話をさせていただきました。ということで以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。はい、ということで本日も最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルが役に立ったなと思っていただいた方は、ぜひグッドボタンとですね、それからチャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。で、今後もですね、動画配信していくんですが、動画の他にもですね、コーチング生も募集をしています。興味のある方ですね、コメント欄とか、あるいは、チャンネル概要に載せているツイッターの方に DM を送っていただきましたら、コーチング、パーソナルコーチングですね、受けていただくことができますので、そちらもぜひお試しください。ということで、また次回の動画でもお会いいたしましょう。お待ちしております。さよなら。バイバーイ。